はい、プレボルドも野球人です。有原康平事実上の戦力へ&沢村博一自由契約へ、共に今風日本復帰の可能性もということでございまして、レンジャーズの有原選手、まあ、MLB ですね、昇格していたんですけれども、この度 DFA 事実上の戦力外となりました。さらに沢村選手もですね、DFA になってレッドソックスのマイナーに残っていたんですが、この度自由契約となったということで、まあ、もしかしたら共に今風日本復帰の可能性があるんじゃないかということになってきました。そうであれば複数球団で争奪戦の可能性もあるだけにですね、注目なんですけれども、まずは記事からチェックしていきましょう。はい、有原 DFA 沢村が自由契約へ、レンジャーズは17日、有原康平投手をメジャー主張の前提となる40人枠から外し、事実上の戦力外とした。今後はウェーバーで獲得を希望する球団がなければ自由契約などの措置が決まる。有原は前日10日本拠地ブルージェイズ戦でキャリアワーストとなる11失点で4回途中 KO、 2年目の今季はマイナーで開幕を迎え、8月中旬にメジャー昇格、リリーフも含め5試合登板して1勝3敗防御率 9.45 だった。でさらにレッドソックス参加トリプル A、ウースター、所属の沢村博一投手が自由契約になったとアメリカの複数メディアが伝えた。2年目の今季は49試合に登板し、1勝1敗3ホールド防御率 3.73、 8月29日にメジャー史上前提となる40人枠から外れ、参加トリプル A では今季1試合登板して1ホールド防御率 0.00 だったということですね。はい、というわけで、まあ、このね2投手が、まあ、共に、まあ、球団から、まあ、リリースという形になりました。まあまあそうですね、まあ、やっぱ9月になってくるとこのようなね話っていうのがどんどん出てくるんですけれども、なかなかね厳しいなというところでございますが、では、2人それぞれですね、どういう選手か成績かというところを振り返っていきましょう。はい、では見ていきましょう。まずは有原康平選手ですね。今季年俸が約 5.2 億円となっております。まあ円安なのでかなりの高額契約にはなっているんですけど、出身地は広島ですね。1992年8月11日まで30歳、188センチ95キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。有原選手はですね、平均約148キロということで、まあ、球速はですね、まずまず出ているんですね、今季も。で、球種はスライダー、カット、カーブ、ツーシーム、スプリット、チェンジアップなどを投げます。早稲田大学で活躍し、ドラフト1位指名で日本ハムに入団1年目から8勝をマークし、新人を獲得しました。2年目には規定投球回数を達成し、先発ローテーションに定着すると、19年には15勝を挙げ、最多勝のタイトルも獲得したと。その年のオフにですね、MLB 挑戦を希望し、ポスティングでレンジャーズと2年契約を締結。1年目の昨年は故障もあり、結果を残せずに、9月に DFA となり、マイナー落ちとなっておりました。再起をかける今季は AAA での登板が続いておりましたが、8月に MLB 再昇格。しかし先日の試合で4回途中11失点と結果が残していなかったということですね。はい、まあ有原選手ですね、日本ハムで活躍しまして、満を持して MLB 挑戦というところだったんですけど、まあ去年もねやっぱ怪我もあってなかなか結果残せずということでございました。NPB ではですね、129試合で60勝50敗、1ホールド 836.0 イニング、防御率 3.74、奪三振率 6.80、予測率 2.02 ということで、まあ、日本ハム時代からですね、圧倒的な成績というわけではなかったんですけれども、まあ、制球力よくですね、抑えていたタイプの選手でございます。で、昨年の MLB ではですね、10試合で2勝4敗ですね、40.2 イニング、防御率 6.64、ウィップ 1.43、奪三振率 5.31、予測率 2.88 ということで、まあやっぱね、こう期待通りの活躍とはいかなかったのかなというふうに思います。まあただ予測率というのは良かったんですけれども。はい、で今季の MLB ですね、5試合で1勝3敗 20.0 イニング、防御率 9.45、 ウィップ 2.35、 奪三振率 6.30、 予測率 4.95 ということで、まあ、昨シーズンよりもですね成績っていうのが悪化しております。まあ、先発もリリーフもっていうところなんですけど、やっぱちょっとねピリッとしないよということになりました。特に予測率 4.95 というところで、まあ、昨年はまずまずだった予測率も今季は悪化してしまったということでございます。まあただトリプル A では18試合で3勝6敗 72.0 イニング、防御率 4.88、 ウィップ 1.32、 奪三振率 7.88、 予測率 2.25 ということで、まあかなり蛇行のトリプル A なんですけれども、まあ防御率はねそれゆえに高いんですけど、まあ奪三振率予測率は上々ということで、まあそうですね、 NPB に引っ張ってくる助っ人選手だと、まあこのぐらいのねスタッツならいいよねという感じかなというふうには思いますので、まあトリプル A の成績はねまずまずといったところではないでしょうか。
まあ、ただですね、今回球団から DFA に、なってしまったということで、まあ一応マイナーオプションとかも残っていたんですけれども、まあそれを行使せずに、まあリリースということになったので、まあ本当にいよいよ、まあ必要ないということが判断されたのかなっていうふうには思いますけれども。で、ウェーバーコーチにかけられて、まあ他球団で欲しいところが手を挙げるっていう感じになるんですが、まあおそらくないでしょうというところで、まあほぼほぼ自由契約になるのかなというふうには感じますが。はい。で、続いて沢村選手もね、チェックしていきましょう。はい。では見ていきましょう。沢村弘和選手。今季年俸が約 1.7 億円、2年契約2年目でした。出身地は栃木、1988年4月3日生まれ、34歳。183センチ、96キロポジションピッチャーで、右投げ、右打ちの選手です。平均が約154キロということで、まあ、リリーフということもあって、平均球速はかなりね、今シーズンも速い、選手でございます。で、球種主にスライダーとスプリット、このね、2球種プラスストレートで構成されておりました。まあ、リリー版なので、球種少なくても全然いけるよと。巨人時代は1年目から先発として11勝を挙げ、新人王を獲得。その後15年からクローザーに転向し、36セーブをマーク。さらにその翌年には37セーブを挙げ、セーブ王にも輝きました。しかしその後は不振などもあり、20年9月にロッテにトレード、チームの優勝争いに貢献し、オフに海外経験を行使し、レッドソックスと2年契約を結び、MLB に挑戦。1年目となる昨年は55試合に登板し、今季もここまで49試合に登板していたが、先日 DFA となり、マイナー落ちということになっておりました。はい、沢村選手、ですね。まあ、先日 DFA になったよっていうところだったんですけど、まあ、他のね、球団がウェーバー工事で、まあ、手を挙げるかなっていうところだったんですけど、結局挙げずですね、レッドソックスのマイナーに残っていたということになりました。で、見ていくと NPB 通算はですね、352試合で48勝52敗、64ホールド75セーブ、防御率が 2.77、奪三振率 8.20、四死球率 2.78 ということで、まあ、まずね、ルーキーから先発やって、その後リリーフ、まあ、抑えということで、歩んできました。でロッテにトレードなどもあったんですけれども、しっかりといい成績を残していたのが NBB 成績と。で21年ですね、 MLB の成績見ていくと、55試合で5勝1敗10ホールド 53.12 防御率 3.04 ウィップ 1.45 奪三振率 10.29 四死球率 5.40 という成績です。はい、まあ、昨年もまずまずやれていたというか、三振が非常に取れておりました。ただフォアボールが多いっていうところが、まあ、ちょっとネックだったんですけれども、はい。で、今季に関してはですね、49試合で1勝1敗、3ホールド、50.2 イニング、防御率 3.73、ウィップ 1.35、奪三振率 7.11、四死球率 4.80 という成績でございます。はい。まあ、防御率こそ3点台なんですが、奪三振率はちょっと下がってしまったというところと、まあ、あとは指標もね、良くないというか、まあ、去年、今年とですね、そこまでズバ抜けていい指標ではないですし、ウォーでもですね、通算で見ると2年間でマイナスを叩き出しておりますので、まあ、それもあってのリリースだったのかなっていうふうには思うんですけれども、で、トリプル A では1試合投げていたんですが、まあ、1試合だけなんでね、ここは割愛していくんですけれども、で、今回ですね、自由契約になったということなんですけど、まあ、球団からというか、まあ、自らこれはね、自由契約を希望しておりますと。まあ、なぜかというと、やっぱね、レッドソックスにいてもっていうところはありますので、まあ、他球団ですね。まあ、ウェーバー工事は引っかからなかったんですけれども、自由契約になればですね、まあ、契約ね、一から結べますので、まあ、しっかりと、まあ、もらってくれる球団があるだろうっていうところなんでしょうね。はい。というわけで以上、2投手でございました。で、このね、2人の投手、まあ日本復帰の可能性があるのかっていうところが注目されるんですけれども、そこのところもね、ざっとお話していきましょう。はい。では、それぞれの日本復帰の可能性についてお話していきます。まずは、有原選手ですね。まあ、やはり彼に関しては、MLB 契約の話はない可能性が、やっぱ高いのかな、というふうには思いますね。まあ、ウェーバー工事では、まず拾ってもらえないでしょうし、まあ、マイナー契約から、こう、スプリット契約みたいなのは、あるかもしれないんですけど、ただやっぱそこも難しいよねっていうふうになれば、やっぱまあ、彼に関しては日本復帰がかなり濃厚なのかな、というふうに思います。で、問題はどのくらいやれるかっていうところなんですけど、まあやっぱ一番近いのは山口俊選手ですよね。まあ DeNA 巨人、そして、まあメジャー挑戦してまた巨人に帰ってきた選手なんですけど、はい。まあ、彼の場合はシーズン途中で帰ってきましたが、21年の成績は、トリプル A では5登板で 23.12、0勝3敗。防御率 6.17、奪三振率 9.64、四死球率 5.40 という成績でした。
で、NPB に帰ってきたら15登板で 78.1 イニング、2勝8敗、防御率 3.56、奪三振率 9.15、四死球率 4.25、KBB 2.24 という成績残しておりました。まあ、このようにですね、トリプル A で、まあ、ダメだった選手でもですね、しっかりと NPB に来たらある程度は成績残しているんですよね。なので、有原選手に関してもある程度成績残せると踏んでですね、争奪戦になる可能性っていうのは十分考えられるのかなっていうふうに思います。まあ、もちろん古巣の日本ハムを中心にですね、先発が欲しいチームっていうのは、まあ、ちらほら浮かびますよね。特にやっぱこうパリーグとかかな、そこでちょっと先発に困っている球団とかもまあありますし、背で言ったらまあもちろん巨人とかにはなるんですけれども、そこを中心にですね、やっぱこう保証がいらないメジャー帰りの選手なんで注目度は高いのかなというふうには思いますし、需要は間違いなくあるのかなと。で、一方で沢村選手に関してはですね、まあ、やっぱ基本的には MLB で移籍先を探すと思われますね。まあ、今回ね、こう、自由契約に自ら申してたっていうところも、まあ、他球団の MLB でプレーしたいっていうところもあるでしょうし、まあ、まだまだやれるっていうね、思いはあるとは思うんですよね。ただやっぱいい契約がもらえなければ当然日本復帰もね可能性はゼロではないのかなっていうふうに思います。沢村選手も年齢的にはもう30代半ばですし、まあリリーバーですよね。スタッツはまあ抜群にいいとは言えません。まあめちゃくちゃ悪いわけではないので、まあまあ契約によってはですねメジャー契約もないわけではないんでしょうけれども、そこまでめちゃくちゃいい契約ではない可能性っていうのもありますので、まあ多くもらえる可能性の高いですね NBB でプレーするっていうこともまあ考えられなくはないのかなっていうふうには思います。まあ、沢村選手であれば、まあ、古巣の球団っていうよりは、まあ、新しいですね、球団にチャレンジみたいなね、ところも全然考えられますので、まあ、沢村選手も、まあ、基本的には MLB でしょうけど、NPB でもね、全然あるんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってますが、どうなるかと。はい。ということで、まあ、以上ですね、二投手の、動向に注目かなっていうふうに思います。まあ、これプラスね、やっぱ、筒香選手もいるっていうことになるので、こう、オフのストーブリーグですね、FA の選手だけではなく、メジャー帰りの選手っていうところもですね、目が離せないところかなというふうには感じますね。はい。では今日は以上です。最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応を見ていきましょう。有原 DFA か、これで今季の日本人選手の DFA は、秋山、筒香、沢村に続いて4人目。いかにメジャーで生き残るのが難しいかがよくわかるということですね。はい、そうですね。今季に関してはやっぱ DFA 多いなというところですね。まあメジャーに行ってる選手が多いっていうのもあるんですけど、なかなかね、ちょっと厳しいなというのが続いております。まあ秋山選手はね、一足先に、NPB カープと契約はしているんですけど、まあ筒香、沢村、有原。まあこの3人がどうなるかっていうところですよね。で、やっぱもう確実にメジャーのレベルは上がってますよね。まあ以前、まあ10年、20年前と比べればですね、活躍できる可能性っていうのもどんどん下がってきております。まあ NPB もですね、当然レベル上がってるわけなんですけど、まあやっぱメジャーのレベルにはちょっと追い続けていないのかなっていうふうに思います。まあ大谷選手とかね、こう、もう本当のトップ層っていうのは別なのかなっていうふうには思うんですけれども、まあやっぱですね、この辺の選手に関してはなかなかちょっと厳しいのかなと。まあ鈴木誠也選手とかもね、頑張ってはいるんですけど、まあ、よく言えばね、もっともっと活躍している姿みたいなっていうところでもありますので、やっぱね、本当メジャーで活躍するハードルっていうのは相当高くなってるのかなっていうふうには思いますし、まあ、今後ですね、日本人選手の評価っていうのがどうなるのかっていうのは一個ありますよね。で、こちら見ていきましょう。有原 DFA について、菊池雄星もそろそろやろう。先発も中継ぎもダメやんということで、はい。で、まあ、有原選手、まあ、そして沢村選手が今回ですね、自由契約、DFA となったわけなんですけど、で、菊池選手もちょっと危ないんじゃないかみたいなことも言われてますね。まあ、ただ3年契約なので、まあ、今季はまあ、DFA されることはないんでしょうけど、まあ、来季以降はちょっと振るわなければ危ないかなっていう感じもしますよね。まあまあ、三振は取れてるんですけどね、やっぱこう、フォアボールとか、まあ、打たれる場面とかも増えておりますので、こうね、日本時代のようなピッチングとは言っていないのかなっていうふうには思いますので、まあ今季はですねこの3選手なんですけれども、来シーズン以降はまあ菊池選手の動向っていうのもちょっともしかしたら注目していかなければならないところなのかもしれません。まあ向こうでね頑張ってほしいんですけど、まあ帰ってくる可能性っていうのもまあ出てきてしまうので、まあ来年再来年はまあそこら辺も要注目かなというふうには思いますね。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。